スペースサーク、今回は、今ジャレンバーがちょっとテカリがって俺自身も言ってましたけど、それをあのつや消ししたら全然良くなるよっていうことなのでやってみます。ツイッターの方でスケノラさんがあの分かりやすい解説をしてくれてはるので概要欄にお載せしますので、それを参考にしてみてくださればいいかなと思ってます。で、今回用意したのはこちら、プレミアムトップコート、こちらを買ってきました。ちょうど僕あのヨドバシカメラ京都店さんに行ってきて買ってきたんですけど、ちょっとこれが今若干お安くなっているので、欲しいなって方おられればぜひとも買ってみてください。で、僕もちょっとやりましたので、その過程をちょっと見てください。こうやってまずは塗る前に綺麗に食洗で洗ってください。はい、こういった形でやってみました。で、100均でこういったたらいを買ってきて、もうたらいの上でやってみた。ジャレンバがこういった感じですけどまあ塗りが悪いんかな、だからテカリがもうちょっと抑えが甘い感じに見えますよねちょっと僕に関してはもう一回塗ってみますわ。はい。で、皆さん一度試されてはいかがでしょうか。あんまりね、あの近づけすぎたらちょっと僕みたいにこういう白いこういう点ができちゃうんで、近づけすぎず頑張ってみてください。はい。あ、それでね、いつもお世話になってるネリータンタンさん、それが今回虹色ペンギンさんとコラボされて、ジオラマすごいって僕以前お話してましたよね。それについていろいろ熱く語ってはるので、ぜひとも見てください。そちらの動画のリンク先も概要欄に貼っておきますので、ぜひともご覧ください。では。